おかげで砦は全て抑えることができたぞ。ありがとうございます。この女はセレナ・バンドル、サムク軍長フレードルの娘で、この砦の指揮官です。クラン様、彼らはどうするんですか？全員処刑する。 Execute all of them。 この人数を戦が終わるまで捕虜として生かせば、相当量の物資を消費してしまう。進軍のスピードも遅くなる上に、反旗を翻される可能性も。 He ain't ready for that。 でも構わない、すぐに殺せ。 He wasn't ready for that response。 あの nigga was not ready for that。 我々はこの砦を守れなかった責任を取らなければならない。戦士として死ぬ覚悟はできている。殺す覚悟も殺される覚悟もできている。これが本当の戦争なんだ。Yeah. アルス様。This is real war. それでも僕は。この者たちを外へ連れて行け。お待ちください。What are we gonna do? 降伏している相手を処刑するなんて。あまりにもひどいではありませんか。 You can't be a child here, bro。 気持ちはわかるが、生かしておくにはリスクがあるのだ。いいえ、殺す方がリスクがあります。クラン様、この戦争は何のための戦争なのですか。僕はミシアンを統一するための戦争だと思っています。彼らは敵ですが、もともとは同じミシアンの民。彼らを殺せば、その家族には拭いきれない遺恨が残るでしょう。それでは、戦いに勝っても国を一つにすることはできません。ここは、ミーシアンのより良い未来のために考えるべきではありませんか。OK! OK! アルス様が、サムク兵の皆さんを鑑定して、優秀な人をスカウトするんです。それ以外の人や、こちらに忠誠を誓わない人は、武装を解除してサムク城に返して、捕虜の交換をします。これなら誰も殺さず、お互いにメリットもあります。それはいいですね。確かに名案だな。セレナさんも殺せだなんて言わないでください。領民がいる限り、領主としての責任を放棄してはいけません。あなたには兵士の皆さんを城に連れ帰る義務があります。それに負けたからといって領主の役目は終わりではありません。領地を。 That nigga's a true fucking leader, dog. 僕らは今は敵同士。 Nigga is wise beyond his fucking ears. その時は一緒に良い国を作っていきましょう。兵士を解放してくれることには感謝する。だが、恥ずべき生より名誉ある死を。私の領主としての考えは変わらない。お前だったのか。砦の防御魔法を使ったやつは。シャーロットさん、動いて大丈夫なんですか。なあ、もう大丈夫だ。いやー、あのバリアには苦戦したけど、ま、私の方が強かったってことだな。貴様が、あの火球は。けど、ちょっと羨ましくもあるな。私の魔法は攻めの魔法だ。何かを壊すことしかできない。でもお前が使うのは守りの魔法だ。誰かを傷つけることなく仲間を守ることができる。そう思うと領主にふさわしい魔法なのかもな。セレナ・バンドル、城に帰ったら父上に伝えてくれ。このままバサマークの元にいるか、それとも今後は私に従うか、答えは明朝まで待つ。これが最後のチャンスだ。わかりました。Conventional daddy。失敗し、生きながらえて恥を晒してしまいました。せっかく捕らえた敵方の捕虜も我々の代わりに解放を。いかなる処分もお受けします。よく戻ってきてくれた。砦が落ちたと聞いて心配でいても立ってもいられなかったぞ。怪我はないか。父上。ん？私を咎めてください。この首飾りをくださった頃のあなたなら
このような愚行には問答無用で叱責していたはず。どうして父上は変わってしまったのですか。Well, I mean, he did glad you alive. You're his daughter. He don't want you to die. アルスの密偵が言うように、光線の意志は固いようだな。やはり戦いになるのですね。ああ、やむを得ん。全軍、突撃！ They have cannons. 敵進軍を開始しました。バカな奴らだ。未だかつてこの鉄壁の門を破った者は誰一人としていない。They never had a Charlotte though. 力が落ちれば左右は掘り、逃げ場もない中攻めるなど死にに来たようなもんだ。撃ち方よーい。And they got fucking cannons for real. なぜこんなにも大胆に攻めてくるんだ。何？鉄壁の門が開いただと？何やってんだ？早くもう閉めろ！ Yes, sir! 悪いがそれはできない。雇い主からの依頼。 Order from my employer. 誰？ Let's go. They broke in. 寒く城の鉄壁の門はおそらく正面突破は難しいでしょう。なのでファムさんを城に送り、内側から門を開けてもらうのはどうでしょうか。依頼なら引き受けたいが、この戦火じゃ敵も見張りを強化してるだろうしな。簡単に忍び込めるかどうか。いえ、今なら行けます。捕虜の交換に乗じて忍び込むんです。これだけ人数がいればバレることはないでしょう。 Fucking smart. Roswell is so damn smart, dude. 城門が突破され、敵が城になだれ込んでいます。だがまだ占拠されてはいない。全軍を挙げて戦うのだ。クレードル様の命令で全軍降伏せよとのことです。父上。父上。セレナ、ここはもう危険だ。お前も他の者たちと一緒に逃げなさい。嫌です。戦わずして負けを認めろというのですか。それが領主のあるべき姿なのですか。私はあなたのようになりたくはありません。ここで戦って死にます。 I will fight here and die here then find him. What you wanna do? 素晴らしい覚悟だ、トーマス様。ワクマクロ砦ではよくやってくれたな。おかげでだいぶ時間を稼ぐことができた。だがこの城はもうダメだな。期待に応えられず申し訳ありません。いや、たとえお前たちが負けようとも必ず勝てる策があるのだ。Oh, he gonna use them no matter what. 負けようとも勝てる策とは一体。これは爆破魔法の触媒機だ。He gonna blow up the fucking castle? 城の中のあらゆるものにこの触媒機と結びついた爆破魔法をセットしておる。 Oh, that's fucked. お前たちは降伏をするふりをしてクラン様を引き込み、城もろとも爆破しろ。そうすれば俺の策は完遂される。わかりました。ではまず全員の退避。何を言っている。お前たちも全員ここに残り自爆する。I knew he was gonna say that. 城内がもぬけの殻では敵も怪しんで入城してこないだろう。俺が外からこれを押してもいいが、クラン様の目の前で起動させる方が確実に殺せるしな。最後はお前たちに花を持たせてやる。トーマス様、正々堂々戦って死ぬのであれば本望ですが、それは卑怯ではありませんか。はあ、弱い者ほど綺麗事を言う。お前たちは砦で負け、ここでも負けたのだ。敗者に戦いを語る資格などない。なあフレードル、お前もよく知ってるだろう。バサマーク様は決して負けなど認めない。 You play to the wrong side, dog. こんな田舎の領地が敵将を撃てばサムクの名は後世にも残る。名誉だとは思わないか。
戦士ならば生き恥を晒すより名誉の死を遂げるのだ。恥ずべき生より名誉ある死を。ミーシアンのより良い未来のため考えるべきではありませんか。Look at all your people. 領民がいる限り、領主としての責任を。That little 12-year-old was smarter and wiser than you, nigga. 私は領主の娘。わかりました、トーマス様。お前は物分かりがいい。バサマーク様もさぞお喜びになるぞ。彼らを守らないで。どうするのだ。父上、いけません。トーマス様に従えないことがよくわかりました。我が領地のためと思い、今まで従ってまいりました。But I ain't killing my people. 本末転倒です。名誉だとか、バサマーク様の機嫌などは私にとってどうでもよいことですが、我が民が傷つくことは断じて容認できません。There you go. これだから弱者は嫌いだ。バサマーク様を裏切ったことを後悔するぞ。Your father was doing what he could. トーマス様の命令に背くなど許さん。父上。Her father is still there. The man she loved is still there. お前に守られるほど衰えてはいないぞ。父上。You just couldn't understand. 君様の入場です。我がサムク軍は全面降伏します。私の身はどうなろうと構いません。ただ、兵士たちの命だけはお助けください。彼らは私の指示に従ったまで、責任は私一人にあるのです。抵抗せずに降伏してくれたことに感謝する。おかげで、こちらも被害を大きく減らせた。有能な将には、部下含めぜひ力を借りたい。我が軍に参加してくれ。はい。There you go. There you go. アルスローベント、セレノさん、我々の負けだ。だがまだ終わりではない。これからはもっと強い領地を作る。領主としての責任だからな。There you go. He took your words to heart. のんきに和平を結ぶとはバカな奴らだ。職場行きは一つとは限らないぞ。残念なのー。皆を死に追いやるのだ。どうなってる。今の爆発は。ずいぶん骨の折れる仕事だったぜ。ダーン。ああ、お前の注文。Good shit!この城に仕掛けられた爆破装置をファムさんに移動してもらったんです。爆破装置？そんなものがあったんですか？なるほど。トーマスが考えそうなことだな。そのことなら起爆するための触媒機を私が壊したはずだが。どうやら触媒機は一つじゃなかったようだな。なぜそんなものが城に仕掛けられているとわかったんだ？我々でさえその存在を知ったのはさっきなのに。ワクマクロ砦で皆さんが籠城作戦を取った時に少し違和感があったんです。どういうことだ。両軍の戦力差から考えても降伏して砦を明け渡した方が合理的だったはずですよね。そこで考えたんです。何か僕たちを足止めする必要があったんじゃないかと。砦の戦いは時間稼ぎだったってことですか。はい。相手はバサマーク様の右腕と言われるトーマスさん。どんな状況でも勝てる策を必ず講じてくるはず。たとえ負けたとしても城もろとも爆破させれば僕たちを皆殺しにすることができると気づいたんです。Roswell is so fucking smart, bro!
追加でお願いしました。 God damn! すみません。依頼とはいえ危険にさらしてしまいました。気にするな。俺は報酬さえ上乗せしてもらえれば文句はない。命を助けてもらったんですから、もちろんですよ。でもそんな話、どうして僕にも教えてくれなかったんですか？すみません。みんなに伝えなかったのは、確証のない仮説で進軍の邪魔をさせないためだ。うん、君は優しすぎるから、ちょっと心配だったんだよね。いくら相手の立場になって考えると言っても、君だったらやらない策、思いつきたくもない策だったでしょ。 Yeah. でも、君はこの短期間で相手の立場になって考えられるようになった。戦いの中で成長したんだ。 Yes, he has, dude. ありがとうございます。 He's a real tactician.セレナ、すまなかった。ミシアン州で戦が起きてから、私は我が軍の立場を少しでも良いものにしようと上の方々に迎合してきた。お前をがっかりさせてしまったな。以前の私は頭を下げる父上の姿を見たくありませんでした。ですが、あの小さな漁師から教わったのです。ただの命知らずを勇気とは呼ばない。Mm-hmm. 剣を収めることも勇気なのだと。私は何も見えていませんでした。申し訳ありません。I'm glad they're able to reconcile their own relationship. 私が砦で負けて帰還したとき、父上が喜んでくれたこと、本当はすごく嬉しかった。There you go. Because you're his daughter. He don't want you to fucking die.At least no parents would want their fucking kid to die.